アリディウス・バルモルドス・ランベルトゥス・チャルダ・ファン・スタルケン・ボルフ、スタハウェルは、オランダの貴族、政治家。現インドネシア共和国にあたる植民地のオランダ領、東インド総督を務めたことで有名である。東インド総督就任時のチャルダ・ファン・スタルケン・ボルフ、スタハウェル1936年9月16日に、オランダ領東インドの総督に任命された。 1940年5月14日、ナチスドイツの構成によって、オランダが降伏した。これを受けて、チャルダ・ファン・スタルケンボルフは、オランダ領東、インドに、戒厳令を布告し、19隻のドイツ輸送船の、接収と、領内ドイツ人の強制抑留を実施した。1941年12月に第日本帝国が、太平洋戦争を開始した時点で、オランダ領東、 インドにはオランダ軍約9万3千人、アメリカイギリスオーストラリアなどからなる連合国軍約5千人が国土防衛の準備をしていた。翌年1月より大日本帝国はオランダ領東、インドへ攻撃を開始した。2月には首都のあったバタビアに爆撃が実施されたため首都機能をバンドンへと移転させるなど連合軍は苦戦を強いられた。3月8日に チャルダ・ファン・スタルケン・ボルフ・スタハウェルは、来院作戦を主導した第二本帝国陸軍第16、軍の今村人氏と交渉を開始し、同日中に、オランダ領東インドの無条件降伏が決定した。翌日にはラジオを通じて全オランダ軍及び、連合国軍に即時の停戦を要求し、午前1時に全軍が降伏した。東インドの降伏後、彼やその家族に加えて、 オランダ政府高官やオランダ軍将校らは、捕虜となった。チャルダ・ファン・スタルケンボルフ・スタハウェル自身は、自宅軟禁の処置が取られ、日本軍により特別丁寧な対応を取られた。一方で、妻のクリスティーンと娘とは別離を強いられ、妻子は、捕虜収容所へ収容された。後に彼は、満州の捕虜収容所へ、他の重要捕虜と共に移送された。その後、 彼を含めた満州での非翼留者は1945年8月16日の施設の解放とともに自由のみとなった。戦後、チャルダ・ファン・スタルケンボルフ・スタハウェル一家はオランダ本国へと帰還した。1942年にオランダ女王ウィルヘル・ミナがオランダ領東インドの自治を約束していたことを受けて彼は、 形式上東インド総督を辞任していたが、1945年10月16日に、正式に東インド総督を辞任し、これによって、オランダ領東インド総督の地位は消滅した。代わって彼は、中仏オランダ大使やナトーオランダ代表を歴任した。ありがとうございます。